吉井和也は日本のミュージシャン、シンガーソングライター。ザイエローモンキーのボーカリスト、ギタリスト。東京都北区出身、静岡県育ち。身長183センチメートル。血液型は A 型 RH。現在の妻はタレントの真べ香里。息子はファッションモデル、アーティストの吉井天。 1986年にアーグポリスでベーシストとして活動した後、1988年にロックバンドザイエローモンキーを結成し、自身はボーカルギター、作詞、作曲、プロデュースを担当。1992年にメジャーデビュー。2001年10月9日、ドリームパワージョン・レノン・スーパーライブ2001に出演。バンド休止から、 ソロデビューまでの間での唯一のステージ。また、この年吉井は、ソロワーク立ち上げにあたりミュージシャン、及びレコーディングスタッフを、プロはまとわず募集したが、その後の経過は不明。2003年10月1日、吉井ラビンシンとして、シングル、タリで、東芝 EMI から、ソロデビュー。翌年2004年2月11日には、 ソロファーストアルバム、アットザ・ブラック・ホールリリース。7月7日、ザイ・エロー・モンキーが正式に解散。12月26日、東京ドームで行われたイベント、目からウロコ15でサプライズで登場し、ジャムを演奏。これが、ザイ・エロー・モンキーのボーカリストとして、解散前最後のステージ。2005年6月4日、初のソロツアー、エイザ・ホワイト・ルームスタート。 10月7日、ドリームパワージョン・レノン・スーパーライブに戦後に出演。ヨシー・ラビンシン名義では、最後となるステージ。2006年1月25日、シングル、ビューティフル、ライブツアー、マイ・フーリッシュ・ハートより名義を、ヨシー・ラビンシンからヨシー・カズヤに改めた。2006年10月8日、仙台、大阪で、シークレットライブを行う。 同年11月8日からスタートしたツアー200639ヨシー、カズヤの内静岡公演が体調不良のため延期となった。2006年末視野を広げることを目的に2007年1月8日をもってところ属事務所ボインマンミュージック社卒業を宣言。同社 FC は解散の運びとなる。2007年8月25日、8.25 オールナイト日本武道館に出演。トライセラトップスと、僕らの一歩、ジャムをセッション。ドリームパワージョン・レノン・スーパーライブ2007出演。2007年12月22日、吉井和也自伝失われた愛を求めて発売。幼少期から現在に至るまでの半生をプライベートを、含め赤裸々に綴った初の自伝。 同年12月27日の、吉井武道館2007に、スピッツの草野正宗が、ゲスト出演。クリスタルキングの、大都会を披露。2009年8月14日、J-Wave Live 2000 p 9のアンコールにて、レミオロメント、ジャムをセッション。2010年、初開催された、イベント、ジャパンジャム20102日目の鳥を飾り、 ザイエローモンキーのトリビュートに参加した、菅原拓郎、生方真一、ヒューガ秀デ松田真二、渡辺太一、沢隆二、奥田民夫、富士ファブリックらとセッションを行った。ラジオ番組スピークアウトにて、毛皮のマリーズの島良平と対談。2011年、東日本大震災の影響で、アルバム、 ザ・アップルズの発売が3月13日から4月13日に延期。4月から開催予定だったツアーのうち7公演が中止となった。震災直後の3月18日に、ミュージックステーションに出演、フラワーの歌詞を一部変更して演奏した。11月16日、ダチョウクラブとユニットマサユメを結成、バッジ型音楽プレイヤー、プレイボタン形式でシングル、 マサユメをタワーレコードにて完全数量限定発売。オンラインショップでは予約で完売となった。同年のツアー最終日、12月28日の日本武道館ではダチョウクラブがゲスト出演し、マサユメを演奏。これがマサユメの最初で最後のステージとなった。 2012年1月31日、渋谷公会堂での奥田民夫のツアー最終日のアンコールに斉藤和義ともにサプライズで登場。息子セッション。本来は斉藤のツアーに奥田が飛び入りで出演したことへの恩返しなので、吉井は無関係だったが、プライベートで見に来ていたところを借り出された。2012年4月、雑誌。 ブリッジでワンオクロックのタカと対談。2014年11月18日、ザイエローモンキー時代にデビューから1996年まで在籍した古巣のレコード会社、日本コロンビアトライアドレーベルへの移籍を発表。2016年1月8日、ザイエローモンキー再集結に参加。2019年4月2日から放映開始の札幌ビールのビール風。 新ジャンルアルコール飲料、札幌本格辛口、リアルドライの CM に起用される。テレビ CM 初出演。2003年から2005年に、リリースされた作品はすべて、ヨシー・ラビンシン名義デジタルシングルミニアルバムライブ、アルバムカバーアルバムベストアルバムその他の、アルバム配信限定アルバム、ロースパンイコール42021年。 ザ・サイレントビジョンツアー2 0 2 1前6公演11月19日、ゼップ東京11月29日、ゼップ福岡12月2日、ゼップ大阪米サイド12月9日、ゼップ名古屋12月17日仙台ギグス12月28日日本武道館。ロースパンイコール4-2022年、ザ・サイレントビジョンツアー2021から2 2前、4公演1月14日、 東京ドームシティホール1月16日アイプラザ、豊橋公道1月22日ロームシアター京都、メインホール1月31日パシフィコ、横浜国立大ホール、ロースパンイコール42022年、ザ・サイレントビジョンツアー2021から22、サンキューグッドバイスタジオコースト全一公演1月24日、優先スタジオコースト過去のレギュラー番組、ありがとうございます。